ブレンダ・ソングはアメリカ合衆国の女優、モデル、声優。カリフォルニア州カーマイケル出身。母親がタイ人で、父親がミャオ族。父方の祖母はもともと、チョン姓であったが、アメリカ合衆国に移住してきた際に、ソング姓に改めた。彼女の両親はアジアで生まれ、サクラメントで出会った。彼女の父親は学校教師であり、 母親は主婦をしている。ティミーと姉さんという二人の弟がいる。彼女が6歳の時、女優活動のため、母親と共にロサンゼルスへ移住してきた。残りの家族は2年後にロサンゼルスへ来た。幼い頃、彼女はバレエを習いたかったが、弟たちはテコンドーを望んだ。母親にどちらか一つしか認められなかったために、テコンドーを選んだ。 そのため彼女は現在、黒帯である。キッズのファッションモデルを機に小ビジネスを始めた。5から6歳の時にリトルシーザーズやバービーのコマーシャルに出演し、演技を始めた。彼女の最初の映画出演は1995年のレクイエムである。その後、テレビシリーズサンダーアレイの2エピソードでゲスト出演し、子供番組ファッチでレギュラー出演を果たす。 2000年のディズニーチャンネルオリジナルムービー、クリスマスマジックプレゼントはお天気マシーンで、ヤングアーチストアワードを受賞した。2002年には、ディズニーと契約を交わし、ディズニーチャンネルムービー、ゲット、A クルーに出演した。その後は、例文見えちゃって超大変。や、ワンオンワンにゲスト出演した。22世紀、ファミリーフィルに、 おまかせにサブキャストとして7エピソードに出演した。2004年にディズニーチャンネルオリジナルムービーアイドル、追っかけ、大作戦に出演した。2005年には、スイートライフで、ロンドン・ティプトン役に選ばれた。彼女は、オーディションせずにこの役に選ばれた。また現場で友人でもある、アシュレー・ティスデールの姿を見た瞬間驚いたという。 この作品に出演したことによって10代の中での人気が高まっていった。批評家たちはスイートライフシリーズのソングの演技をおおむね称賛した。2009年4月にはポップドットコム内の記事でソングはディズニーチャンネル内のスポットライトを手に入れたと記した。2006年にディズニーチャンネルオリジナルムービーの実写版アクション映画カンフープリンセスウェンディーウーで お山田誠と共演している。2007年にはこのシリーズで、ヤングアーティストアワードのベストファミリーテレビジョンシリーズを受賞した。また、エミー賞のアウトスタンディングチルドレンズプログラムにノミネートされた。ディズニーチャンネルサークルオブスターズの一人として活動している。エイドリームイズエイウィッシュ u アハートメ t クスで参加している。2004年には、ジェシー・マッカートニーのグッドライフの ミュージックビデオに出演している。マイリー・サイラスの兄でもある歌手のトレース・サイラスと交際し、2011年10月24日、婚約したことがピープル誌で発表された。2012年6月11日にサイラスが破局したことを公表したが、2013年1月に復縁した。現在はマコーレー・カルキンと交際している。2021年4月5日、 第一子となる息子が生まれ、2008年に亡くなったカルキンの姉にちなみ、ダコタと名付けられた。2008年4月18日、ソングの写真が売春婦派遣業の広告に使用され、LA ウィークリーの理面に記載されていた。ディズニーの弁護士は、アダルト広告に著作権のある画像が使用されていたことに不快感を示した。ディズニーの代表は、 ブレンダ・ソングの画像を使用することは許可しておらず、彼女の弁護士は広告主に対し即刻やめるよう伝えた。と語った。ソングはバイブメディア株式会社に対し名誉毀損で訴え、被害損額として少なくとも10万ドルを求めた。彼女は何百万もの若者のお手本として、私の画像の利己的利用に関しては、この会社と戦う必要があると思う。と語った。 彼女の弁護士によると、広告に使用された写真は、彼女が16歳の時に撮られた写真だという。今回の写真の使用に関する責任は、バイブメディアにあるのではなく、個人にあることが後に分かった。弁護士は、裏でこう語っている。彼らが可愛い女の子の写真か、アジア系の女の子の写真をただ見つけようと、していただけなのか、 ブレンダと認識してもらうことを期待していたのかはわからない。なぜなら彼女の死者層とこのビジネスの顧客の客層とは大きく異なっているからだ。もしこのようにあなたがこのビジネスのサービスを受けたタイプの人間ならばブレンダソングを聞いたことがない可能性が高い。弁護士はこの写真の悪用がどれだけ彼女のキャリアを傷つけるかを示すのは容易ではないが、訴訟は必要であると語った。 ブレンダ他の若手俳優がしてきた方法で彼女を、怪我す役割を受け入れないよう気をつけていた。2009年1月、条件は決まっていたが、暫定的に和解に至った。3月、ブレンダーが勝訴したことを、レーダー氏が報じた。日本語吹き替えは、新井里美、山下綾子が担当することが多い。ありがとうございます。